皆さんこんにちは、みみみです。本日は GU の春新作のワンピース特集をしていきたいと思います。この春の新作なんですけど、 GU のワンピースの種類がすっごく多くて、どれもね本当に可愛いんですよ。私自身が今28ヶ月になるんですけど、もうちょっとお腹が大きすぎて、どんどんねパンツを着るのがしんどくなってきちゃったので、最近はね GU のワンピをすごく愛用しているんですけど、今日は実際にどんな新作があるのかっていうのをレポしていきたいと思います。それではレッツスタート。はい、では早速1着目がこちらになります。こちらのワンピース名前がリブナローワンピース、お値段が1990円です。カラーがグレーとブラックとベージュとグリーンがありまして、今回はベージュの色味をチョイスしました。とにかくシンプルで何とでも合うような、キマウシ力の抜群のワンピースとなります。でこの生地感ね、近くで見てもらったら分かるんですけど、すごくソフトな肌触りで、伸縮性がしっかりとあるリブ素材となってます。すごくね肌なじみがいいので、妊婦さんだったり、敏感肌の方だったりでもリラックスして着ることができます。生地感すごく分厚くって、インナーのラインがね目立たないような作りになってます。これすっごくね嬉しいですよね、女性的には。でインナーのねラインが出ないので1枚でさらっと着れるんですけど、私はね一応インナーもいつもあの GU のシームレスのものを使ってます。それもねすっごくおすすめで、もう何枚も何枚も持ってるんで、ぜひ皆さん気になる方いたら見てみてください。それでは実際に着てみたいと思います。一旦着替えてみました。全身がこのような形になります。ボディラインが程よくフィットしているので、体のラインをすっきりと綺麗に見せることができます。私も今すごくお腹出てるんですけど、あえてお腹をねこう隠すようなふわっとしたようなお洋服を着ちゃうと、お腹結構大きめに見えるんですけど、このようにね程よいフィット感だと逆にねお腹をこうピタッとさしてくれるので、そんなにね膨らんで見えないんですよ。綺麗なシルエットで着こなすことができるので、着心地も楽ですし、妊婦さんにすごくおすすめです。そして後ろ側にねバッグにスリットが入ってるので、歩きやすさもあって普段使いにもちょうどいいです。はい、そして肩周りのデザインなんですけど、こちらのねデザインがアメリカンスリーブになっているんですね。そのために肩周りをねすっきりと見せることができます。でアメリカンスリーブなんですけど、首の根元から肩にかけて大きく開いたスリーブラインの素材のことを言います。私自身すごく、コンプレックスでもあるんですけど、肩幅がすごく広くってがっちりとした体型なので、このようなねアメリカンスリーブっていうデザインだと結構着こなしやすい、綺麗に見えやすいので、肩幅が広い方だったり骨格ストレートさんにはすごくおすすめです。はい、今上からオーバーサイズシャツを羽織ってみました。このくらいの軽いシャツを羽織るくらいが多分一番着こなしやすいのかなと思います。私も多分これ1枚で着ることって多分妊婦のうちはなかなかなくて、上からカーディガンだったりこういうシャツをね1枚必ず羽織って着るかなと思います。でこういうねオーバーめのものを合わせてあげることで、お尻のねラインも隠れますし、お腹だったりとか、程よいフィット感で細見えもできますし、着こなしとしてはねすごくおすすめなので、皆さんぜひ真似してみてください。そして2着目のワンピがこちらになります。こちらのワンピースの名前がチュールプリントワンピースになります。お値段が2990円です。カラーはグレーとオレンジの2色がありまして、今回私はオレンジを選びました。でまずこのワンピースなんですけど、上にね1枚あるチュールのワンピースと中に重ねてあるカットソーのワンピースの2枚セットとなってまして、こちらがね両方とも別々で使うこともできます。でこのワンピね見た瞬間にめちゃくちゃ可愛いってなったんですけど、このねチュールの上の部分の素材のワンピースのこの淡いカラーがすっごく可愛くて、これからのね春夏にすごく合う素材だなと思ってお気に入りのワンピになってます。でこちらのワンピねセットで使うこともできますし、別々で使うこともできるのですが、一旦ねセットで着てみたいと思います。全身はこのような形になります。
今回はね、こちらのワンピオレンジを紹介します。オレンジの色味がすごくね、春夏っぽくて、これからの季節にね、たくさん使えそうな元気なイメージの出るようなカラーになってます。私自身も4月から5月のゴールデンウィークだったりとか、まあ、そういうお休みにかけてたくさん着れたらいいなと思ってます。今ねどうですかね、お腹全然なんか、こちらのワンピも程よいねフィット感で、上からねこのチュールでふわっとごまかしてるのもあって、そんなに目立ちづらいかなと思います。で、何よりももうこのねワンピがさらっと着られてすごく楽なので、ちょっとおしゃれしたいけどコーデ考えるのめんどくさいなとか難しいなっていう時に、もうセットでねさらっと羽織ってあげると、これだけで周りと差のつくようなコーデが完成します。このね、今の妊娠後期の状態でも長時間着てても全然疲れないので、同じようなママさんにはすごくおすすめのワンピになってます。そしてね、こちらも私の家での色に合わせて中ね、セットのワンピースになってるので、この中のね、ワンピースだけ使ってコーデしてみたいと思います。はい、このような感じでインナーに上から同じようなシャツを羽織ってみました。こちらも GU のシアーシャツになるんですけど、ちょっと透け感がある感じで、気温調節ね、今の季節にしやすい形になります。今回は同じようなベージュっぽいブラウンっぽい色味でまとめてみたんですけど、さっきのねワンピースとのコーデとだいぶね印象変わりますよね。こんな感じでセットになっているものは別々で使ってもすっごくね雰囲気を変えることができるので、毎日ねいろんな着回しができるので、すごくお得かなと思います。ぜひねこのコーデも皆さん真似してみてください。続きまして3着目がこちらのワンピースになります。こちらもね、すっごく大人っぽくて気に入ってます。かわいい。はい、こちらのワンピースの名前が2ピースニットキャミソールワンピースになります。お値段3990円で、カラーがブラックとベージュとダークブラウンの3色となってます。で、こちらもね、セットになってるんですけど、上のね、このメッシュのセーターと中にインナーでも1枚でも着られるようなキャミワンピースとセットになっているので、メッシュセーターだけトップスとして別々で着るのもいいですし、ワンピースだけでね着ることもできるので、こちらのワンピースもすごくね着回しのしやすいアイテムになってます。ということで、一旦こちらのワンピも着てみたいと思います。全身で着てみました。このようなデザインになります。で、このね上のトップスなんですけど、このセーターの丈感が短丈、クロップド丈になってて少し短めなので、全体的にね足長効果を出しながら着ることができます。そしてこのねメッシュのセーターなんですけど、夏でも使える素材になってまして、よく言うサマーニットみたいな感じですね。単体でも全然着ることができるようなシンプルなデザインになってるので、すごく可愛くて、この夏ねたくさん使いたいと思います。一旦ね参考程度にこのメッシュ素材のセーターだけでコーデを組んでみたいと思います。こんな感じでメッシュセーターを単体でコーデを組んでみました。今はねこのリブプルモパンツと合わせてる形になるんですけど、このような感じでもう本当に1枚のトップスとして普通に着ることができます。そして中のキャミソールもねすごく可愛くって、一応ねこの中のキャミワンピも前後2ウェイで着られる形になってるみたいです。このねキャミワンピの可愛いポイントなんですけど、このね肩紐の部分がカーディガンを重ねた時にちらっとね見えるのがすごく可愛くって、そこにねこだわりを持って作られたらしいです。なので一旦このキャミソールワンピの上からまたカーディガンシャツを羽織ってみたいと思います。今ねインナーだけで着るとこのような形になります。最初に使ったオーバーサイズシャツを上から羽織ってみたんですけど、このねシャツをパッと羽織った時にここのね肩紐がちらっと見える感じがねすごく可愛くて、後ろもねこんな感じでちらっと見えます。こちらのワンピースも最初のねセットと比べると全然イメージを変えて着ることができるので、すごくねおすすめのアイテムになってます。はい、ということで今回は今ねたくさん新作で出ているワンピースたちを紹介していきました。私がイエベ秋なので、イエベ秋に合うようなベージュ系のものだったりオレンジ系のものに絞って紹介させていただいたんですけど、いかがだったでしょうか。どのねワンピースも今回はセットのものっていうのがすごく多かったり、あとは着回しがね効くアイテムがすっごく多くて、全然安くは見えないような高見えのワンピばかりなので、ぜひ皆さんもねチェックしていただけたらと思います。
それではチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。